い、こんにちは。医学部受験塾メディケイトの細井です。さて、来ました、今日も、はい、森哲先生です。よろしくお願いします。 Hello there. Hello there. やべ、発音のクオリティが Hello there って何、これ、みんな言うんですか。え、まあ絶対言わないでしょ。絶対言わない。どういうこと。そんなことで外人言ってんの聞いたことない。いや、先生が作った。違う違う違う、普通に言いますか。皆さんこんにちはみたいな感じで言うわけです。いや、絶対言ってない。絶対言わないですよ。 Hello there. なんでそこ否定。謎の否定。謎のケチつけ。はい、いやいや、今日もありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。森哲先生とはね、以前も動画撮らせていただいたんですけども、はい、当然ですけど森哲先生、英語のでもプロフェッショナルなのでね。で、ウビノリさん出ていただいてね、数学だったりとか物理科学っていう話は聞いて、独特のね、もう独特というかやっぱりそう経験に基づいた、まあ、正しい情報を教えていただいたんですけども、森哲先生にも今日聞いてちゃおうかと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。英語って当たり前ですけど、夏休みにやったからどうこうって問題ではないと思うんですが、やっぱりその夏休みってある程度時間が取れると思うんですね。はい、フレキシブルにね、はい、まあ、勉強時間が取れる。特に高校生なんていうのは随分ギャップがあると思うんですけども、英語なんですけど1日どうですか、単語とね、あと文法、あと長文、そういうの含めて何時間ぐらいは取ってほしいなっていうのはあります。医学部は割合がまずありますからね。理系科目をおろそかにしてほしくないですね、やっぱり。え、じゃあ何時間取ればいい。何時間、その具体的な数字。いやもうあとレベルにも全然よると思うんで。じゃあ偏差値60。偏差値60か、まあやっぱり、まあ、細井先生自体も言ってますけど、ちゃんと単語、文法、構文はガチガチでやってほしいっていうのは、はい、時間はっきり出すんですか。いや、だってさ、例えば単語だったら何語1日ね、1日200語やったって意味ないじゃないですか。はい、自分は単語帳自体はある程度決めて、そう、何語覚えるとかっていうよりは。何語覚えるとか決めない。決めないですね。え、何、どうすんの、どうすんの。この時間で空いてる時間にやる。あ、なるほど、ね、時間ベースで決めていくんだ。例えば電車バスの移動がある人だったらもうそこで必ずやるとか、朝起きて、起きたとこからご飯食べるまでの時間は必ずやるとか。なるほどね。だからその数字で振らないで時間ベースで割っていくって。そうですね、時間ベースで取れる、この毎回できる時間のところに必ず単語を入れるとかっていうのでやってましたね。例えばさっきも言った通り、通学中とかこの行動をしてる時には単語をやるっていう風にやっぱこう関連付けた方がいいよね。そうです、そうです。ああ、なるほど。やる。で、特にやっぱり通勤通学とかってこう人がいっぱいいる中で、うん、うまくこういろいろ書いたりとかできないとか、まあ、割れないとかあった時にやっぱ単語帳っていう小さいやつはやりやすい。ああ、なるほどね。はいはい。じゃあそういう隙間時間を使って単語をやるべきだよとも結構言ってるわけですね。そうですね、単語は特に。そうね、なかなか単語を目標にすると大変だと思うので。なるほどなるほど。つまらない人もやっぱりいっぱいいると思うので。だからまあその勉強のウォーミングアップに使ったりとか、移動の時の隙間時間で埋めていくっていうのがいいのかなと思うってことですね。じゃあ逆にまあ次、文法書ですよね。文法書ってある程度ちょっとね、場所を取んなきゃいけないと思うんですけど、文法は1日何分、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 何分に変わったよ。もっともっと、何も、なんで。でもこれ理系は数字を求めるんだよ。いやね、男性を避ける男ですからね、こうね、数字は嘘をつかないみたいな。ちなみにじゃあネクステージでも何でもいいですけど、まあ、あんぐらいの厚さの本ってあるじゃないですか。あれってどんぐらいのスパンで一周するのがいいと思いますか。あ、いや、もうやっぱりでもそれを2週間ぐらいではやってほしいですけどね。早回しの方がいいんだ。なるべくやってほしいですね、それは。まあ、でも単純にあれだって多分200から300ページぐらいあるじゃないですか。15日ぐらいで回すとなると1日20ページぐらいはやんなきゃいけないよね。そうね、単元ぐらいで偏差値60ぐらいあるんだったらですけどね。まあまあ、それないってなったらまた、まあ、やることが違ってきましたね。1個ずつ覚えていくことがたくさんあると思うんですけど、はい、60超えてんだったらやっぱ多少はその辺はできる問題がほとんどであって。なるほどね。くれないと困るかなと。それで、まあ、で単元は多少穴があるにしてもやっぱ夏で単元は終わらせてほしいなっていうのがありますけどね。夏で文法単元終わってなかったらかなり大変ですね。負債を抱えたまま2学期に行く感。負債を抱えたまま2学期に行く感がありますからね。なるほど。何かを担保に与えしないと思うね。生きていけないみたいな。そういう状況になっちゃうんで、だから夏までにはやっぱ単元別は多少やっぱ終わってる状態で
形式別に移れるように夏終わりではできた方がいいと思いますけどね。なるほどね。単元別って言ったんですけど、単元別ってどういうことですか、はい、文系とか時制とか、あ、なるほどね、関係史とか家庭法とか、まあ、ああいうのは終わらせて、その次何、例えばファイナル英文法みたいな感じのミックスしたものやった方がいいってこと。そうですね、バラバラに出てきて、あとはまあやっぱり単元が正誤問題が出るとか、はい、会話が出るとかだったらそれに合わせてやっていかないといけないんで、まずそのベースとして単元別が終わってない。確かに確かに確かに、きついんでね。てかね、あのだって単元別ってさ、まあ、全て予測できちゃうからね。そうですそうです、ね、この問題でウェン答えさせたら次ウェアだろみたいになっちゃうからね、なんかこう推測できちゃいますよね。ここトゥーフテーシのとこだからトゥーフテーシ正解だろうそうそうそう今形容詞的用法だったから次副詞的用法だろみたいなね引用だというでも選んどけるんじゃねみたいになっちゃいますからね。そうなんですよ、そこがねやっぱり、ああよくないよね。だから英語ってそこはね結構ネックだったりするんですよね。その文中でポンって出てきた時に気づけないとかさ。なるほどね。じゃあ次、例えば、まあ、うちだったら次英文やろうねっていう話なんですよ、はい、例えば4行5行ぐらいの文をきれいに訳せる、その文の構造を取って、うん、形容詞節副詞節とかね、葉を落として幹だけを取ってね SVOC 取れるようにして適切な和訳ができて、そして直訳から異訳へのきれいな訳を作るってことをやるんですけど、うん、そのフェーズは合ってます。ああ英文解釈と言われるやつですね。まあその通りでございます、はい、そうですね、まあ、大体そこで構文はがっつり受験学年だったり高3だったりやっぱ浪人生だったら夏の段階でがっつり取れるようにはなっててほしいですね。長文は正直あんまり夏やった方がいい、やんなくてもいい、できるんだったらやってほしいですけど、けど優先は英文解釈、解釈ができる、まずそこの基本は身につけてる状況であってほしいですね。ああなるほど。だからいや僕も結構思うんですけど、先生によって先に英文読めっていう人と、僕は解釈先派なんですよ。正直なところ日本人じゃなければぶっちゃけね、その英文から読んで、まあ、多読をしてね、あ、まあ、いわゆる英文読解と英文解釈ですね。あ、これはやっぱこう結構知らない人多いんですけど、はいはい、解釈がそういう構文にちゃんと取ってみたいな。そうですそうです。で問題解くのが、まあ、英文読解とかってよく言われます、ね、その通りですね。その僕は解釈をちゃんとねそのリズムで行えるようにならないとその読解できないって僕は考えてるんですよ。自分の勉強のスタイルがそうだったんで、はいはいはい、そこってどう思います？いや今の現状のそうですね、医学部入試だったら特にその傾向は強いじゃないですか。まだ残ってる要素が非常に大きいので、まあ、今世間が4技能4技能って言ってますけど、うんうん、その様子はあまりやっぱり医学部には見られないわけじゃないですか。まあそうですよね、ちょっと対応も遅いですからね全体的に、はい、なるほど。じゃあやっぱり解釈から入るのが今の受験スタイルには合ってるっていうことですね。そうですそうです、はい。なんかこうやっぱり言う人はリスニングともただただひたすらたくさん読めみたいな、あ多読、あそうっていう、実際なんかそういう派閥の人いません？いろんな人がいますね、そういう人もいます、ね、やっぱりそういうのは良くないんだっていう人もいますよね。なんかそうなんていうんですか、解釈はもちろんそう本質的ではないみたいな、あだからなんかネイティブやってるものではないからっていう人が、あそう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 なんですよね。だからって別にネイティブに限らず古文をそれで読むの無理だと思うんですけど、漢語だったりとかね、そういう要は品詞だったりとか勉強せずにね、はい、助動詞とか雰囲気で感じろって言われてもいや無理だろってなりますけどだから古文も一応日本語だけどみたいな雰囲気でラムだ、ここはラムの雰囲気だそうこの無はなんとなく水量みたいなんなわけねえだろみたいになるじゃないですか。だから、まあ、それでねなんとなくでやっぱりつなげてっちゃう人結構いるんで、ストーリー作って読んでっちゃう人がやっぱ多くて、うん、ね、なんか道外れてく人いますよね。やっぱなんか hard っていう単語一つでも、はいはい、勝手に一生懸命って意味なのに今日の授業とかでもなんか勝手に難しいで頭の中で解釈しちゃったりする人とか出ちゃうんですよ、ね、そうですよね、ストーリー作っちゃうんですよね。そうでさらにねそこに知識がないとねハードリーになった時にね全然関係ないね、うん、もうえこれ一生懸命の副詞でとかっていや元々副詞だろお前ハードがみたいなね、そういう話になるわけですよね。スタディハードリーって書く人いっぱいいますからねいっぱいいますいっぱいいますからねそうなんですよね。だからそういうことになっちゃわないようにするためにはある程度その解釈とか文法って固めるべきだっていうことですかね。そうですね、それは思ってますね。やっぱ医学部目指すんだったら、なるほど、まあ、特に国立はそうですよね。ちなみに例えば今の医学部入試で出てる文章って、はい、ネイティブが話し言葉で使うことってあります？話し言葉で使う会話とかネイティブの教科書の中で、はい、ああいう難解な構文を取るような文章って出てくるんですか？ネイティブ自体は要は TOEIC で出てくるってこと、要は、あ TOEIC 日常会話じゃないですか、 TOEIC のが日常会話寄りじゃないですか、まあまあまあ、はい、
TOEIC にものすごいこう例えば Not so much as B とか出ないです絶対に。 Not so much as B なんか TOEIC に出るわけが出ない出ない絶対出ないです。絶対出ない絶対ハードリー When とか絶対出ない絶対出ない自信。ああ、まあハードリー自体は出ることあるんですよ、はいはいはい、スキャスリー自体は出るか。スキャスリーはまあめったにないそうなの、うん、ハードリーが出たことはありますけど、ハードリー When のいわゆるああいう構文で統治とかっていうのとかは出ないですね。ノースナダンとかは絶対出ないです。いや、ついに本持ってきちゃいましたけどね。いや、あのね、まあ本当にこれ気になってたんですよ。本当にだから僕ネイティブでも何でもないけど、ほらね、そのトーイックもトーフルもね、なんか知らないけどバカみたいに点取ってるでしょ。なんか知らないけど、なんかねわけわかんないですけど取りまくってると思うんですけど、実際例えばね、じゃあこれちょっと昔の英品ですけど、この中で何割ぐらいがその例えばじゃあトーイックで使えるものなんですか。あ、割で出したことはないですけど、うんうん、いや相当が出ないですよ。だから、やっぱそうなの。はい。例えば TOEIC のいっぱい文章読むじゃないですか、はい、チラシみたいに読まされたりとか、はいはいはい、ポスターみたいに読まされたりするじゃないですか、はいはい、そういうところにはもうほとんど出てこない。いや、ほとんどじゃないですけど、まあだから相当だ。スピーキングオブなんか出ないですよね。だね、出ないんだ。アグリーは大丈夫、コングラッチュ出ますね。オフインフォームはよく出る、うんうん、でコンシストとかあんま出ないな。サティスファイルウィズはめっちゃ出ますね。はいはいはい、はい、アブゾーブインは出ないでしょうね。ギブンはめっちゃ出ますけどね。あ、ギブンはみんな言うんだ。超出ます。ああ、言うじゃなくて書き言葉です。書き言葉。はあ、なるほど。じゃあその英会話的にはこれは全くもうと言っていいほどあまり使い物にならない。だトイックはリスニングとリーディングはちゃんと分けてるので、はい、リスニングは口語でちゃんと使って出てきて、はい、リーディングはちゃんと書き言葉になってるんで、はい、チャット問題だけはあ喋り言葉で書かれてるんですけど、はいはいはい、他は全部書き言葉で丁寧な文になってるんで、はい、だからさっきのギブンとかああいうのは出てくる。ああ、なるほど。それは本だったりとかで出てくるものなんですね。だそうですね、僕あの歌出してますけど、あのなんか動画で自分のところの Should you have any questions っていう、ね、歌を歌ってるやつありますけど。なんで歌ってるんですか。トイックの歌って歌ってる。トイックの歌、なるほど。だからまたなんかバズらせようとして。いやいや、全然バズってない。やべえ、積もった。で、じゃあ夏休み時間があるから例えばね、長文読んでみようと思う子もいるわけですよね、はい、とか、まあ、うちでもねちょっと読ませてみようかなと思う子いるんですけども、うん、やっぱり長文読むときに気をつけなきゃいけないこと、例えば時間はがれとかね。あ、はいはいはい、例えば自分のレベルに、ね、合ってなかったらもうやめた方がいいとか、そういうのってありますね。やっぱり解くことを意識しましょうじゃないですか。あ、読むのももちろん重要ですけど、はい、読み解くっていうのはまた別次元っていうのがちょこっとあるので。なるほどね。だから読むってなるともう1から10まで全部読むってなっちゃうけど、解くってなったら時間の中で解かなきゃいけないし、そうそう、その要は強弱ね、クレッシェンドデクレッシェンドをつけて読まなきゃいけなきゃいけないと思う。音楽バイオリンやってたから。そう、バイオリンやってたから。すごい。そう、そういうことですか、言いたいことは。まあ、だからその設問に答えるために読むっていうのを忘れないで、読んでから設問解きに行く人が多すぎる。確かにね、それはあるよね。それ答えを探しに行って読まなきゃいけないわけですからね。だから得点するために読むっていうのと、ただ英語を読むっていうのは違うと。うん、そうです。で、結構高校とかでもただ闇雲にちょっと簡単めなワード500とか600ぐらいの多読を結構やらせてるところってあるんですけど、あれどうなんですか。あ、まあだからその4技能としてなんというか、この全体の概要が分かるようにとか素早く、まあ、まさに今 GTEC とかはそういうもう設問がそれしかないんですよ、はい、何でしょう、メインポイント何でしょう。ああ、そうなんだ。それしかなくて、どんどんその設問がバババババババって出てくるわけですよ。それ何、ちょっと何ワードぐらいのかの文章を読んで、ちょこっと、そうですね、ちょこっと中くらいの長さ、長文とは言わないっていう感じで、それを1分で解かなきゃいけないんですよ。はあ、速さ重視だね。もう1分でその概要をつかまなきゃいけないんで、うん、それを本当にだから1文ずつこうやって読んでたらもう無理なんですよ、受験生には到底終わらない。それどうすんの、インショート見つけてマークその後ろに。違う違う違う。そんなんだ。ダメなんだ。ダメなんだ。ダメ。数字どうやって読む、どうやって読む、どうやって読む。いや、だからちゃんと斜め読みは多分きついと思うんですよ、やっぱ日本人にとっては。やっぱり先生の斜め読みできる。できます、それぐらいだったら全然スーッて読んで、はい、もうおしまい。あ、だからじゃあもう日本語と同じレベルで読めたんだね。 ただ1分だと、でも全然僕の場合だと1分だったら別に全部読んでも、普通に読んでも大丈夫、普通に読んでも1分で終わっちゃうんで。でも受験生には絶対無理なんで、あれとか。はあ、なるほどね。